商品をゲットできるという形になります。さあ今マー君一生懸命クータンとじゃんけんしていますが、クータンはね、なんかグーかパーかちょっと分かんないんですけど、これしか出ませんのでね、ここは一つマー君にじゃんけんお願いしていいですか。林さんを差し置いてすいませんが、マー君にじゃんけんをねお願いしてもいいですか。では皆さん手を高く上げてください。途中参加はできません。じゃんけん大会参加したいよという方はステージの今見える範囲へお集まりください。あいこと負けの方は手を下ろしていただいて、最後まで勝ち残った5名の方にプレゼントがございます。ちょっとこれだと参加賞配りづらいかな。スタッフさん大丈夫、いけますか。 OK、 では皆さん手を高く上げて参ります。マー君のじゃんけん最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの方だけです。グーの方だけ手を上げておいてください。では今残念ながらあいこと負けになってしまった方には参加賞があるんですよね。今配れます、いけますか、はい、どうしましょうか。では、今勝ってる方ちょっと手を上げてもらっていいですか。まだ結構いらっしゃるかな、まだ結構いらっしゃるかな。じゃあ今勝ってる方ちょっとお手数ですが前まで来てもらってもいいですか。すいません、お願いします。で今残念ながらあいこと負けだったよっていう方はその場で手を挙げてもらってもいいですか。その場に手を挙げていただいて M スプラッシュが、ボールペンから配りに参ります。今勝ったよって方はステージの前のエリアまでお越しください。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと詰めてもらっちゃおうかな。すいません、前の方までお願いします。今勝ったよっていう方だけステージの前のエリアにお越しいただいて、今残念ながらあいこと負けだったよっていう方はその場で手を挙げていただければ M スプラッシュが、景品お渡しに伺います。ではちょっと皆さんのね景品配り終わるまで少しお待ちください。さあ成田空港はあと3日で40周年です、ね、私よりちょっと先輩でしたね。ちょっとだけねということで、皆さんもぜひ今後ね成田空港どんどん利用していただければ、そんなに面白い、マー君そんなに面白いかね、皆さんもぜひご利用くださいね。さあある程度皆さんに参加賞渡りましたでしょうか。 M スプラッシュがね配りに行きますのでその場でお待ちください。ではこっちの方にも参加賞まだあるかな、大丈夫、続けてじゃんけんいっちゃっても平気そうですか。大丈夫かな。では今勝ってる方結構これ少なくなってるかもしれませんね。ではまた手を高く上げてもらっていいですか。あいこと負けの方はまたその場で景品をお渡ししますのでちょっと待っててくださいね。ではマー君準備はいいですか。あ、そんな緊張してんの、そんなだったっけ。さあでは皆さん手を高く上げて参ります。マー君のじゃんけん最初はグー、じゃんけんぽい。はい、まずパーの方勝ち残り、負けの方ちょっと待って今参加賞ありますからね、ちょっと待ってください。じゃあ今勝ってる方今一歩前に出ましょう。で今あいこと負けの方クッション寄りに一歩下がってもらってもいいですか。すいません、分かりづらくてねご協力お願いします。では今負けちゃった方にも参加賞をお配りしますのでちょっとお待ちください。お願いします。はーい、あ、ちょっとこれかなり少なくなってきたんじゃない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20人ぐらいです。この中から5名の方に素敵なプレゼントが当たります。では今あいこと負けの方に景品行き渡りますかね。大丈夫ですか、大丈夫かな、足りない大丈夫かな。では今勝ってる方もう一歩ちょっと前出てきてもらってもいいですか。ありがとうございます。では今勝ち残ってる方もう一回マー君とじゃんけんです。手を高く上げてください。参ります。最初のグーじゃんけんぽい。はい、グーの方だけ残ってください。では今あいこと負けの方ちょっとまだ一歩下がっていただいて、はい、すいません、今一歩、今勝ってる方だけ残っていただいて、今負けちゃったあいこだよって方は一歩下がっていただいて、1、2、3、4、5、6、7名になっちゃいました。この中からは僕もかな、僕も、あ、違いますか、じゃあ7名ですね。今ね景品のちょっとご用意いただいてるので皆さん少々お待ちください。では今勝ち残った7名の方準備はよろしいでしょうか。参加賞今ね、持ってきてくださってるそうなので皆さんもう少々お待ちくださいね。今勝ち残ってる方が7名様で、それ以外あいこと負けだった方には今景品お持ちしますのでもう少々お待ちください。ではこちらの7名の方手を高く上げていただいてよろしいですか。ここからは勝ち抜きになります。ではマー君参りましょう。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方まずちょっと待って、まだ
げてください。